アレースもしくはアーレースはキリシア神話に登場する神で戦を司る。ゼウスとヘーラーの息子。オリュンポス十二神の一柱。アイオリス方言ではアレウスもしくはアーレウスとも。日本語では長母音を省略してアレスとも呼ばれる。ローマ神話のマールスと同一視され、火星とも結びつけられた。聖獣は狼、イノシシで聖鳥はキラ、オンドリ。聖樹はトネリコ。本来は戦闘時の狂乱を神格化したもので、恩恵をもたらす神というより荒ぶる神として畏怖された。城壁の破壊者の二つ名がある。戦争における栄誉や計略を表すアテーナーに、対して戦場での狂乱と破壊の側面を表す。その性格も粗野で残忍、かつ不誠実であったとされる。戦いの神でありながら人間であるディオメデースに敗北したほか、英雄ヘラクレースからは半殺しの目に遭わされている。また、巨人の兄弟、アローアダイにより、青銅の壺の中に13ヶ月間幽閉されるなど、神話ではいいエピソードがない。これは、アレースの好戦的な神格がギリシア人にとって不評だったこと、主にギリシアにとって番地であるトラーキアで崇拝されていたことによる。基本的に神々の中では嫌われているが、愛人のアプロディーテや従者と子供たち、そして、彼が引き起こした戦争が、冥界の住人を増やすことから、冥界の王、ハーデースとは、交際がある。戦場では普段は徒歩だが、場合によっては、黄金の飛体をつけた足の速い4頭の神馬に、戦車を引かせ、青銅の鎧を着込んで両手に、巨大な槍を持ち、戦場を駆け巡った。拝みの中では1、2を争うほどの美貌を持っている。身長も高く、人間の前には大抵人間サイズの大きさで現れるが、真の姿だと、その身長は200メートルを優に超える。体重は不明である。ヘーパイストスの妻であるアプロディーテを恋人とし、ポボスとデーモスの兄弟、娘ハルモニアの父となった。エロースをアレースとアプロディーテの子に加える説もあるが、これはもともと関係のなかったアプロディーテとエロースを、関連づけるために作られたものである。他にも、アマゾーンをはじめとする多くの蛮族の父である。また、エリスやエニュオーも彼の従者であり、一般的には妹とされているが、姉や妻とされることも多く、また特にエニュオーは母や娘とされていることもある。ポセイドンの息子の一人ハリロテオスが、アレースの娘、アルキッペを犯し、激怒したアレースは、ハリロティオスを撲殺した。ポセイドンは激怒し、アレースを神々の裁判にかけることを主張し、それを認められた。こうして、アレースの丘で世界初の裁判が開かれることになった。アレースは、情状酌量の余地があるとして、無罪となり、これ以降重大事件の裁判が、アレースの丘で行われるようになった。コリントス王シーシュポスは、ゼウスの怒りを買い、死神タナトスによって冥界へ連行されようとしていたが、シーシュポスはタナトスを騙して監禁し、地上の人間が死ななくなったため、アレースは彼を救い出した。怪物、トゥーポーンがゼウスの王権を奪おうと攻撃し、神々は変身してエジプトへ逃げたとき、アポローンは鷹に、ヘルメースはコウノトリに、アレースは魚に、アルテミスは猫に、ディオニューソスはヤギに、ヘーラクレースは小鹿に、ヘーパイストスはお牛に、レートンはトガリネズミに変身した。アレースとピュレーネーの息子、キュクノスをヘーラクレースが殺した際、アレースが息子の死を怒り、ヘーラクレースと戦おうとしたが、ゼウスはそれを良しとせず二人の間に雷を落とし、戦いを止めた。ホメーロス風賛歌、アレース賛歌では、槍の使い手であり、黄金の兜と青銅の鎧と盾をまとい、火を吐く、馬どもの戦車を操り、天空を巡り、オリュンポスや都市を守り、人間たちに光と武勇を与え、強い力でもって、勝利と平和をもたらす神であり、掟の女神テミスの支援者であり、勝利の女神ニーケーの父であると歌われている。ローマ神話のマールスに相当し、また、火星と同一視される。このため王道上に位置し、火星とよく似た赤い輝きを放つ天体であるサソリ座のアルファ星はアンタレスと呼ばれる。火星の衛星フォボスとダイモスはアレースのこの名から取られている。ありがとうございます。